こんにちは。前回のお話の続きを申しますとですね、前回高校の時3人で友達3人で夏休みかなんかの時に海にキャンプに行ったと。それでキャンプファイヤーするしようってなって木を探そう。木がない、海だし山もないし草しか生えてないということで、じゃあ木を探しに行く旅に出てですね、僕と、友達の H 君、メガネ会社勤務の H 君に、と2人でこう探しに行ったんですよ。別々に、1人お留守番。そしてですね、もう真っ暗なんですね。周りも何もないです。電灯も何もなくて、真っ暗でして、でないんですよ、探しても木が全然なくて。それでもですね、こう歩いてですね、探してたら結構歩いたと思うんですね。そしたらですね、暗闇に木を僕発見しまして、木材、まあ、木というよりも僕が発見したのは木材でしたね。いわゆる角材的なやつ、あれがを発見してですね、それで、わー、こんなとこに角材がと思って、それを持ってね、帰ったんですよ。それで、もう一人の H 君はですね、どこまで行ったのか分かんないですけど、なかなか帰ってこないんですね。そしたらですね、しばらくしたら帰ってきて、ここにですね、なんか丸太みたいなのを担いでですね、戻ってきたんですよ。その丸太はね、どっから持ってきたのか、僕はちょっと現場を確認してないので分かりませんけど、よくあったなと。そんな丸太が海に、すごいなという話でですね、その後ですね、無事に、取ってきた木を燃やして、キャンプファイヤー行ったんですけど、ですね、その日はいろいろね、お話しして、キャンプの楽しくお話ししてですね、寝たんですけど、次のね、朝にですね、大事件が起きたんですね。その模様はまた次回話します。そして今日はですね、シックスストロークロール。ちなみにですね、今日僕、メガネ、新しいのかけてますけど、キャンプに一緒に行った H 君、この前久しぶりに、30年ぶりぐらいに会ってですね、お酒飲んだんですけど、H 君に、選んでもらった、これ伊達メガネなんですけど、これ色が変わります。超光レンズっていうやつで、今どんな色になってるか分かりませんけど、それでですね、今日シックスストロークロール、昔っていうか、あれ去年かな、シックスストロークロールの練習について話した動画がありますが、練習の仕方で、その時話したのは、ざっと話すとですね、まずはゆっくりからやる。ちゃんとゆっくりからタッ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 。ちなみに今日やるシックスストロークローラーはこのパターン。タッ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 。アクセントが頭と最後につくパターン。結構有名なパターンになりますけど、まずはゆっくりからやるんだけど、こうアップストロークのところを意識しながら、それで少しずつ上げていくと。でその時動画で言ってたのは、最低1分間、できれば2分間はメトロノームに合わせて、できたら少しずつ上げていく、じっくり上げていくのが大事かなという話でした。それと、このパターン、右左左、これをまず練習するのと、これね、こうなっちゃう人が多いんで、こうじゃなくて、タタ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 タ、そして次にですね、右右左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 、これを練習して、その後につなげると、合体するっていうことですね。これと、で、はい。それとですね、もう一つ言ったのが、スタート地点を変えて苦手なとこを
練習する。例えばですね、右手、これ頭からいくと、右、左、左の後にこれちゃんと止めてからちっちゃいダブル打てないと綺麗に決まらないんですね、全体が。だからまずここの音5個、こうちゃんと綺麗につなげて、タタタタタン、タタタタタン、タタタタン。ここをですね、練習すると。右手ここ結構難しいですよ。ちゃんと止めてから、これ止めないと大きくなっちゃうんで。そしてですね、次に、おすすめしたのが、確かですね、右右左右、ど真ん中から始める、右右左右、右右左右ですね。これはもう完全に右手の練習ですね。ちっちゃい右手打って、ここのつながり、右手のアクセントへのつながりを練習する。これはですね、アップストロークしながらもう2個打つんですね。アップストロークし、アップしながら2個打って、右手のアクセントをつなげる。このアップしながらダブルを打ってですね、次アクセントっていうパターンは、右手の方が難しいんですね。左手は、手順見たらわかるように、左手2個打って、次の左手のアクセントまでの間に、右手2個挟んでるんで、左手はちょっと楽なんですよ。アップストロークに関しては余裕があるんですね。ですのでここの、右手の練習、これをこれしっかりできる、こうですねと、これがですね一番難関になること。6ストロークローのこのアクセント頭と最後につくパターンで一番難しいのは左手です。ズバリ手順見ると分かると思うんですけど、アクセントダーンって入れた後に、ちっちゃい左手2個入るんですけど、アクセントの左手入れてちっちゃい音の2個のダブルの左左までの間に音が1個しか入ってない。このダウンストローク打った後に小さい音2個打つっていうのが、しかも左手、まあ、今一応右利きの人を前提に話してますけど、右利きの人はやっぱここの左手が難しくなりますね。ですのでここの練習、一番最後の音から左右左左、タタ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 タ、ここの練習、左手これこれをですね、これが多分ね一番難しいんですね。これを練習しましょうと、そういうお話でした。で、まあ、いろんな練習の仕方あるんですけど、それぞれですね、僕今言った練習、いろんなことにつながりますので、今やった練習、どれやっても、結局は6ストロークロールできるようにできるようにはなると思うんですが、他の練習にも非常に役立ってますね。ダウンストローク、でダウンストロークの後にすぐちっちゃい音出したりとか、アップストロークしながら音2個打ったりとか、これいろんなところで使うので、非常に大事なお話になっております。それとですね、今日は、もう一個前回の動画で言わなかった話なんですけど、ダブルのところをシングルにして練習する。これ3連で説明すると分かりやすいんですけど、ダブルのとこをダブルじゃなくてリドルじゃなくて1個にして叩くと、タタンタンタ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 タンってなるんですね。3連の1個目2個目タタンで、3連の1個目と3個目タンタタタンタンタタタンタンタタタンタンタタン、これをやった後にタタンタンタタタンタンタタ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 、まあ、交互にやんなくてもいいですけど、ちょっと長めにやって動きを確認して、このアップストローク、特にアップアップタタンタタタタン、このままそのままの感じで、これ厳密に言うとリドルにした時とダブルにした時とシングルの時若干動き変わりますけど、
この上げるっていうこの動作をまず癖つけてつけるためにこれをまず練習してから、完成形練習するのは、とても有効だと思います。タタンタンタタタンタンタタタンタンしてしてまた戻るみたいな。これもおすすめになってますね。まあ、当然ですね、この最初のこのシングルのタタンタンタがまず正確じゃないといけないんですけど、今回はですね、今やった練習を付け加えて、おしまいにしたいと思います。皆様、この、シックスストロークロールは、フィールにも使えますし、リズムパターンの中に使ったりとか、さらにバストラとかに置き換えたりとかして、応用がですね、非常に幅広くて、スピードも上げやすいですし、すごく使いやすいので、できるようになりたいと思っている人たくさんいると思いますけど、今日ですね僕が言ったことを参考にして、できるようになってくれれば幸せでございます。はい、というわけで、本日は終了です。この新しいメガネがどんな感じで映ってるのか分かりませんけど、うちの妹曰くいいんじゃない、なんか知的に見えるっていう話でしたけど、果たしてどうなんでしょうか。どうもありがとうございました。